皆様こんにちは。武田ダンススクールの西尾光一です。下田愛です。今日の自宅でできるダンストレーニングではブリッジをやってみたいと思います。ブリッジは手から足まで効率的に使って短時間で代謝を良くすることができます。また胸郭を開くのでホールドを大きく作りやすくなるような効果もあります。ブリッジが苦手な方という方もいらっしゃると思いますので、今日は簡単なレベルから順にやっていけるようにしたいと思います。まずは一番簡単なトレーニングから紹介したいと思います。こちらはショートブリッジと呼ばれるトレーニングです。仰向けになって膝を曲げて立てます。両手はお腹の上で重ねます。足はちょっと開いて、そして足を押し上げて股関節と背中を持ち上げます。そうすると肩と背中で体を支えるイメージです。はい、そこで1秒か2秒キープして下ろします。これを繰り返します。呼吸は胴を持ち上げるときに吐いて、下げるときに息を吸いましょう。これをだいたい10回から20回、1日2セットから始めるといいと思います。では2つ目のトレーニングです。こちらは、座った状態で腰を浮かせるトレーニングです。足と膝を伸ばして座ります。足はちょっと開いて手を体の横に置きます。そして腰を上げて体が直線になるようにします。そうです。それでキープ、下ろす、キープして、下ろす。はい、これを繰り返します。これも20回を1日2セットぐらいがちょうどいいと思います。続いてはブリッジをやったことがある方向けのトレーニングです。横になった状態からまずブリッジの形を作ります。次に頭が床につくまで腕と足を曲げます。一時停止し再びブリッジの形を作る。これを繰り返します。このトレーニングは1日10回を2セットやれると良いと思います。最後のトレーニングは、今までのブリッジができた方は挑戦してみてください。壁を使い、そこからブリッジの形を作ります。そして再び壁を使って元に戻る。これを1日3回を2セットできたら良いと思います。では最後に整理体操をしましょう。しっかり使った背中を逆側に伸ばしてあげます。まず四つん這いになって手を遠くに、そしてお尻を後ろに引いて、そうです、手を前にどんどん伸ばして背中をしっかり伸ばしてあげましょう。はい、お疲れ様でした。